ディーター・ボルスト、ディーター・ボルスト、1950年5月12日体は、ドイツの画家。ニューヨーク、フォートローダーデール、マイアミ、ケルン、グランカナリア島にて古典。彼の芸術は常に一風変わった、説明を必要とする非公式の絵画の世界である。特に、エスリンゲン時代に、彼のスタイルが、決定的に特徴を付けられた。彼の目的は、古典的な方への抵抗。 それは彼にとっては形成過程で意識的に起こるものである。彼の好むモチーフは風景、そしてその引用。線と平面を重点とするために可能な限り削減します。これまで常識とされていた芸術との戦いである。しかしこうすることによって彼は限界に挑戦し、常に新しい斬新な線を前面に出すことができる。しかしこれは議論を呼ぶことになった。 芸術愛好家が賞賛するものに他の人は無理解である。ニューヨーク芸術史は国際舞台でアートディレクションの代理として彼の作品を選んだ。彼の画集を見れば彼の画家としての技術を証拠付け、また彼の作品の本質を理解することができる。彼の芸術家としてのエネルギーは彼の大絵画のための研究である彫刻作品にも見ることができる。したがって、 彼は商業主義から離れ、彼が望む環境の中で彼本来の目的を達成した。2007年のグランカナリア島大火災で彼は全てを失った。しかしこれは彼の作品制作にさらに深さを加え、新たなインスピレーションを与えてきた。フルネームは名前、ありがとうございます。